分かったの。ナイトメアの正体が。ナイトメアは人工的に作り出されたウイルスよ。レプリロイドに取り付き、 DNA データや思考プログラムなどのメモリーデータを書き換えて狂わせてしまう。場合によってはその強力な力で外見自体変えてしまうこともあるようね。まだ完全に解析できたわけじゃないから、そのあたりは全く分かっていないの。でもここまではイレギュラー化とほぼ変わらないわね。そうだな。ナイトメアウイルスの本当の恐ろしさはこれからよ。取り憑かれたことによって暴れ出したように見えるナイトメア現象、実はある行動を入力すれば自由に操ることができるようになるの。ナイトメアの本当の狙いはレプリロイド滅亡ではなく支配することだったのよ。それともう一つ、取り憑かれたレプリロイドがシステムを書き換えられるとき、耐えきれず死んでしまう場合があるの。通常のウイルスなら一緒に消滅するはずが、とても強力なエネルギーを持つナイトメアはレプリロイドが死んでしまった後でも単体で生き延びることが可能なの。ただあまりにもエネルギーが強力すぎて、特別なワクチンプログラムなしで直接ダメージを与えることができる。シグマウイルスより駆除するのは簡単かもしれないわね。一体誰の仕業なんだ。こんなものを作り出せるのは彼しかいない。昔私の同僚だったゲイト。あの調査員たち8体のレプリロイドは姿形が全く変わってしまったものもいたけど、昔彼が作ったもの、とても強力なレプリロイドだったので、誰かが利用しているんだって思っていたんだけど、ナイトメアのプログラムのことも考えると彼以外ありえないわ。そのゲイトがなぜこんなこと。それは私がゲイトと同じレプリロイド研究チームにいた頃のこと。彼の作ったレプリロイドは全て優秀だったわ。彼以外では解析できないほどの高度なプログラムが使われて、その働きは想像を超える成果を収めたの。でもその性能の高さは危険だと考えられ始めたの。そんな中、課題を無視して危険な行動を取るようなレプリロイドも出てきて、彼の評価は下がっていってしまった。それでもゲイトは自分の実力を認めてもらうため、さらに高性能なレプリロイドを作り続けたわ。もちろん上司の命令を無視してね。そしてある日、事故と見せかけて彼の作ったレプリロイドたちは処分されてしまったの。上司の命令だったわ。その時私も何体か、危険性がある以上しかるべき処置だと思う。プログラムを調整するというやり方もあったと思うの。ただ彼の作り出すプログラムが高騰すぎたのよ。解析できない部分が多くて使用するのが難しかったの。解析できないか。俺と一緒だ。言いにくいんだけど、彼は最強と呼ばれる X とゼロ、あなたたちを目指していたの。究極のレプリロイドが簡単に解析できるようなものではまだ偽物だって。
だから彼が作ったプログラムは誰にも解析できないほど高度なものになっていったの。私なんかよりはるかに優秀だったのに、課題をそつなくこなした私の方が昇進。ゲイトの実力は誰にも認められることはなかった。それからゲイトは孤立していき、こう言い残して去っていったの。必ず見返してやる。自分の実力を理解できない下等なレプリロイドを全て支配してやるって。彼の認める高性能のレプリロイドだけで理想国家を作る。それが彼の野望なのよ。ナイトメアはまさに彼の実力を理解できなかった者たちへの復讐。彼の憎しみの心そのものなのよ。俺たちには歪んだ理想に付き合っている暇はない。潰してやるぞゲイト。一刻も早くゲイトの計画を阻止しましょう。彼を止めなければナイトメアもなくならないわ。行くぜ。待ってろゲイト。